クワハラ郎は、阪神タイガースに所属する三重県名張市出身の、プロ野球選手、宇藤右内名張市立名張小学校4年生の時に、地元の名張少年野球団で野球を始めた。津田学園高校への進学後は、1年秋から、控え投手として、ベンチ登録。3年春に、エースの座をつかんだが、在学中は、春夏ともに、 甲子園球場での全国大会出場を果たせなかった。奈良産業大学への進学後は、1年秋からベンチ登録。近畿学生野球のリーグ戦では、2007年春の対、奈良大学戦では完全試合を達成したほか、同年秋に6勝を挙げて、チームの3期連続優勝に貢献した。在学中には、リーグ戦、通算47試合に登板、26勝2敗。 防御率1.38、255脱三振を記録したほか、最優秀選手1回、最優秀投手1回、関東賞1回、投手部門のベストナイン3回を受賞した。2007年の NPB ドラフト会議で、横浜ベースターズから30名で指名。契約金7、0円、年俸1、200万円という条件で入団した。背番号は38。 湘南シーレックス時代2008年公式戦、開幕直後の4月6日に、対広島東洋カープ戦8回裏に4番手投手として、デビュー、以降も、先発、中継ぎの両方で公式戦での登板を重ねた、同年7月9日の対東京ヤクルトスワローズ。戦では、同点の4回裏からの救援登板で2回を無失点に抑えると、 チームが勝ち越したことから一軍初勝利を挙げた。先発に起用された8月16日の対、阪神対合ガス戦では、150球を投げた末に、7被安打無失点6奪三振という内容で、初完投初完封を達成した。公式戦全体では、30試合の登板で、3勝6敗、1ホールド、防御率4.74をマーク。2009年には、 オープン戦期間中に故障した影響で、シーズン初の一軍昇格は8月21日にまで持ち越された。昇格後は、主に中継ぎとして公式戦に登板した。チームに先発要因が不足していたシーズン終盤には、2試合に先発すると、通算14イニングで3失点と高騰した。公式戦全体では11試合に登板。 当番試合数は前年の3分の1近くに減った上に、勝敗はつかなかったものの、防御率を1.76にとどめた。2010年には、公式戦18試合に当番先発では1試合に当番しただけで、前年に続いて中継ぎでの起用が多かったが、2年振りの勝利とホールドを記録した。ただし、防御率は6.132まで達した。 オリックス時代2010年11月11日に一気との交換トレードで野中慎吾と共にオリックスバファローズへ移籍した背番号は132011年には公式戦10試合に登板勝敗はつかず防御率は3.50であった2012年にはウエスタンリーグ公式戦22試合に登板5勝1敗防御率2.61を記録したが 公式戦には2試合の登板にとどまった。2013年には公式戦6試合。2014年には公式戦4試合に登板。しかし、いずれも勝敗はつかず、シーズンの大半を二軍で過ごした。2014年11月7日に、白、日田博和との交換トレードで阪神タイガースへ移籍したことが発表された。当時て薄だった中継投手の補強を図っていた、阪神球団と、 シラニデンを先発要因と見込んだ、オリックス球団の思惑が一致した末のトレード成立で、桑原も遺跡を機に、シラニデンの背番号64を引き継いだ。2015年にはプロ入り後初めて、レギュラーシーズンを一軍でスタート、3月27日に京セラドームで模様された、中日ドラゴンズとの開幕戦を皮切りに、開幕3カードのうち4試合に9円で登板した。 もっとも無失点でしのいだのは1試合だけで4月3日に出場選手登録を抹消5月中旬にも休援で公式戦2試合に登板したがシーズンを通じて勝敗はつかず防御率は8.53にとどまった2016年にはウエスタンリーグ公式戦29試合の登板で1勝3敗2セーブ防御率2.42をマークしかし プロ入り後初めて一軍公式戦での登板機会はなかった。2017年にはオープン戦8試合の救援登板で防御率1.17という好成績を残したことから自身2年振りの開幕一軍入りを果たした。4月5日の大東京ヤクルトスワローズ戦で一軍公式戦としては横浜時代の2010年4月4日の大ヤクルト戦で記録して以来7年ぶりに勝利。 4月中旬以降は、クローザーのラファエル・ドリスにつなぐセットアッパーとして、前年からのセットアッパーであるマルコス・マテオと共に、勝利の方程式へ組み込まれた。また、4月5日の対ヤクルト戦から5月21日の、同カードまでは16当板試合連続、5月27日の対 DNA 戦から7月18日の対、 広島戦までは19登板試合連続で無失点を記録。レギュラーシーズン全体では一軍公式戦でチームトップの67試合へ登板すると防御率1.51、4勝2敗、39ホールドという好成績を残した。さらに、マテオと同数の43ホールドホールドポイントを記録したことから、セントラルリーグ最優秀な担ぎ投手のタイトルをマテオと分け合った。 レギュラーシーズン2位で迎えた DNA とのクライマックスシリーズファーストステージでも2試合に投板。大雨の中で同点の局面からの投板を強いられた。第2戦では6失点と7被安打を喫した末に黒星を喫した。シーズンを通じての大活躍を背景に、シーズン終了後の12月7日には推定年俸4、500万円という条件で契約を公開。 前年の年俸から3、700万円もの昇級で、昇級率463%は公開の、時点で球団の歴代日本人選手最高とされる。2018年には、前年に続いて、シーズンを通して、セットアッパーとして活躍。一軍公式戦への通算登板数は62試合で、2年連続の60試合登板を、達成したほか、5勝3敗32ホールド。 防御率2.68を記録した。実際には、ツーラを浴びるシーンが前年より増加。チームも最下位に沈んだが、シーズン終了後の12月11日には、推定年俸6、0円という条件で契約を公開した。2019年には、レギュラーシーズンの開幕を1軍で迎えたものの、公式戦7試合に登板しただけで4月20日に、出場選手登録を抹消。 右ひいのコンディションが上向かなかったこともあって、抹消後は一軍から遠ざかった。シーズン終了後の11月21日に臨んだ契約交渉では、NPB の年俸減額制限を翌2020年の契約へ適用することを球団から提示された末に、推定年俸4、0円という条件で契約を公開した。変則的なスリークォーターから繰り出す。 最速時速 152km のストレートと時速 150km に迫る急速ながら打者の手元で小さく鋭く変化するまっすらとカットボールさらに急速時速 130km 前後の変化の大きいスライダーを武器とするまっすらは大学時代に糸を引くようなストレートを投げたいとの一心で試行錯誤を重ねるうちに偶然投げられるようになったものであり 意図的に変化させているものではなくあくまで握りはまっすぐであるという。阪神への移籍直後までは請求力に大きな課題を残していたが、阪神時代の2016年から2017年にかけて2軍投手コーチの久保厚生からピッチングフォーム全体の改造指導を受けたことを境に請求が安定。2017年以降の飛躍につながった。特に2018年シーズンにおいては、 K, BB が50イニング以上に登板したセリーグ投手の中でトップの5.42を記録した少ない球種ながら9位、切れ、制球力で打者を圧倒する投球スタイルから和製マリアノリベラとも称される。阪神3年目の2017年には当時の一軍監督であった金本智明がオープン戦から桑原を積極的に起用、契約公開を前に 桑原への大幅昇級を球団に掛け合ったという、金本によれば、桑原は、現役時代に苦手にしていた投手の一人とされる。また、この年には、柳瀬阪神タイガース MVP 賞を受賞。副賞として、メルセデス・ベンツ C180 を贈呈されたものの、横浜時代に契約金で購入した中古車を、愛車として乗り続けている。ありがとうございます。